北朝鮮を旅行して一番面白いと感じたことは何ですか？また何か怖かったことってありますか？怖かったってことは特になくて、一番面白いと思ったのは北朝鮮の人がすごく真面目だったことですね。なので、あの真面目だった人たちがちゃんとあのガチで技術を教えて仕事をさせると多分伸びると思うので、北朝鮮と韓国が統一した時に、まあ、東ドイツと西ドイツが合併した時って、その東ドイツがあまりに経済的にひどかったので、結構西ドイツも引っ張られて経済的に悪くなったんですよ。でも今その EU の中ではドイツって、まあ、それなりにすげえ稼いでてうまくいってるんで、多分北朝鮮と韓国が合併して、北朝鮮が今2000万人ぐらいの人口で、韓国が3000万人かな、で多分5000万人ぐらいの規模になると思うんですけど、で北朝鮮って割とその山岳の国なんで、それなりな資源が埋まってると言われていて、で韓国のその IT 系の技術っていうのも使えるようになるので、かなり国としては伸びるんじゃないかなと思ってるんですよね。要は核持ってるんで、その結局その北朝鮮が下から数えた方がいいぐらいの貧乏な国なんですけど、一応世界で一番金を持ってると言われるアメリカの大統領と会話をするようになったのって、核を持ってるからなんですよ。なのでその経済とは別に軍事力でいくと核を持ってるって超重要なんですけど、で北朝鮮で核持ってるので、核を持っていて経済的なところで外貨を稼ぐっていうのができる韓国と組む。で、人民としては北朝鮮の人民めちゃめちゃ真面目で人がいいっていうのもあるので、なのでもし合併したら投資対象としてはめちゃめちゃありなんじゃないかなと思ってるので、その日本から見て北朝鮮ってあのしょうもない国で、あんな国なくなっちゃえばいいのにっていう感じで見てる人多いと思うんですけど、まあ敵対してる国なんでね、北朝鮮って仮想敵国を日本として置いてるので、なので日本の人が北朝鮮嫌いっていうのは分かるんですよ。ミサイル日本向いてるしね、日本海に撃ってるしね。ただ人種としてどうなのかとか、国としてのポテンシャルどうなのかっていう考えると、割とその北朝鮮は結構ポテンシャル高いんじゃないかなと思ってます。